早宮国の領から1909年12月8日は、日本の皇族、神宮在主。国宮朝彦親王神皇の第二王子で、第125代天皇の王子にあたる。国宮朝彦親王神皇の第二王子で、母は、家女房泉亭、静江子。幼名を、岩丸王また、岩宮とも。1874年3月15日、なお、岩丸王とするが、 1886年7月21日に国乗りと改名する。王は第二王子であるが、兄王は生後間もなく皇居しているため実質長男であり、国の宮の刑子であったが生来病心のため、弟の国飛行に家督を譲った。1891年父の朝彦親王が皇居。これを受けて、国飛行は国宮を継承。国のり王は結婚を控え、 京都に一家を構えるにあたり新たな三宅設立を明治天皇に請願し直京へ、1892年11月26日、11位公尺、醍醐忠政の長女、醍醐義子と結婚する。同年12月17日、火曜宮の称号を賜る。火曜宮の名は、朝彦新王邸の茅屋の木に由来する。また、江戸期に、 親王号を一時剥奪されるまで、父の朝彦親王が称していた宮号でもある。吉子人との間に一男二女を設けた。1895年、神宮採取に就任。1900年5月9日に、火曜宮家が昭和家の一つに列せられた。1903年、大訓域課大受賞を受賞。1909年春頃より、慢性腸疾患のために体調が悪化。 9月頃からは、排便が困難となる、等、直腸癌の症状が顕著となる。以降衰弱し、12月2日以降さらに病状が悪化し、12月8日午後3時、42歳で、公居した。12月15日、京都市下京区の潜入寺にて、葬儀が取り行われた。官報、第2843号、宮廷6時。 明治25年12月17日明治33年区内小立校第2号 AB、官方号外明治42年区内小国時代17号、官方第7940号、旧定六時、明治42年12月10日、官方第3106号、除人及び事例明治26年11月4日、官方第6103号、 助人及び事例明治36年11月4日、ありがとうございます。